こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。卵焼き LL2 個分です。だしオムレツ L3 個分です。白菜スープ煮です。白ご飯です。もう、LL2 個分だしオムレツ作ってます。だから LL4 個分 L3 個分の卵使ってるのかな。もしかしたらもうちょっとアーモンドは当然食べるんですが、もうちょっと別のものを食べるかもしれませんね。バナナ食べるかもしれません。はい、体重 56.6、200g 減ってんのかな。体重 56.6、 基礎代謝1340、あ、戻そう。体重、あ、体脂肪率 2.6、2.6 か。で、体重56.6、体脂肪率 12.1、 基礎代謝1340、内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6、 体重 56.6、 体脂肪率 12.1、基礎代謝1340、内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。はい、もう一度です。卵焼き LL2 個分、だしオムレツ L3 個分、白菜スープに白ご飯で、もう2個分だしオムレツ作ってます。2分ですね。まあこんなもんです。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。